チャオ、あっちゃんです。はい、Amazon さんから荷物がね、届きました。はい、早速開けたいと思います。何が届いたのでしょうか。じゃじゃーん、何でしょうか。私とてザビ家の男だ、無駄死にはしないで、ね、あのガルマザビのザクです。はい、じゃあね、最近ちょっとね、ガンダムのオリジンっていうね、OVA をAmazon プライムで見てから、ちょっとね、またガンダムにハマって、ちょっとね、シャアの生い立ちな、もう何回もこの話してると思うけど、に出てくるシャアと一緒に話すと、切っても切れへん戦友、ガルマザビっていうね、ザビ家の一番下の、一番下の人、しましたっていうか、一番弟、シャアと一緒に戦って、仲良かったはずがシャアに裏切られてね、シャア、はかったな、シャア言って、ね、シャアに騙されてね、ちょっと、散っていくっていう、そのガルマ、ザビがね、あっちゃん見てない正直見てない、どこに出たんか知らんねんけど、ガルマ、ザビ専用のね、ガウっていう変な輸送機とか、ね、だっけ、名前忘れた、変な戦闘機みたいなんだけど、唯一、モビルスーツに乗ったのがザクらしいね、赤のザクやねんけど、もうプラモデルを見つけてしもたんよ。これ700円ぐらいで、780円なのかって、送料込みで、1000円1000円かったから、思わず買っちゃいました。もうシャアのモデルと一緒に並べるのにガルマザビいいなと思って。で、何が違うんかやったらザクでね、お腹のところの色が違うだけじゃない、ここにバルカンついてるね、頭に、これちょっと気に入って、なんかね、ダメです、ガンプラなんか長らく作ってないんだけどね、久々にちょっと作りたくなって、で、久々に作るんやったらやっぱりシャアモデルと思って、シャアモデルを探してたんや。だからシャアモデルのオリジンのシャアモデルのザク1、ザク1、旧ザクのシャアモデルがオリジンで出てくるんだけど、それが欲しくて欲しくて探してたら、あってん、見つけてん、1300円か400円で見つけてん、買おうって思ってたら、また見つけたし、また今度買おうって、近いうちに買おう、ちょっと今月使いすぎたしなと思ってた、なくなってたんよ、売り切れてたんよ。で、見つけたら2000円ぐらいになってんねん、値段上がってんねん。もうがっかりしてさ、で、がっかりしたところでガルマザビが700円で見つけたから、じゃあもうさっきこっち買っちゃえと思って、これなくなりそうやん、これなんかもう、あとラスト3とか書いてあってん、なんかもうなくなったらあかんと思って、3やったわけないと忘れたけど、書いてあったからと思って買っちゃいました。で、知らんのよ、正直、ガルマザビがザク乗ってることでも、まあいいやと思って、で、まあ初めて開けたけど、色が赤じゃない、茶色やねなんか色が違うしね。で、まあ HG モデルやけど、色がね、やっぱブラウン 70%、 イエロー、グリーン、ブラック、またはガンダムカラーのブラウンとかで色分けされてるからね、シャアの赤じゃなくちょっとブラウン、茶色がかったでね。で、あと、なんだ、斧みたいなやつ持ってんねん。ね、なんとか忘れた。スマッシュフォークやったっけ、名前忘れた。ごめん。あんまりさ、ガンダムのこと知らんのよ。当時ね、ほとんどガンダム見てないねん。一時期、中学校の頃にガンプラにハマったもん、ハマんねん。スマッシュフォークじゃ、ヒートホークや。ヒートホークって書いてある。それがね、ガルマザビ専用でね、形が違うねん。ちょっと大きいし、なんかね、色が金、ちょっと豪華やねんけどね。こういうね、ちょっとしたことにもこだわって作られてんのがガンプーラやね。もうガンプーラ面白いってさ。で、一時期ハマってやっててんけど、ここ最近やってないねんけどね。だから、このシリーズ多分ね、ちょっと古いね。ここ、一桁二桁ぐらい。もう二桁さ、最初の34番なんかやったら、まあ古いやつは、これ結構前のモデルやからね。もうなくなりつつある。廃盤、ほぼ廃盤やねんね。で、これちょっと買っていかんともうないわと思って、これ買いました。で、どうしようか、いつ作るか分からへんねんけど、また作ったら、作るときは作る動画あげます。で、これとね、この前の上新で買ってきた、ランバラルのルグ。これもオリジンのモデルでね、オリジン、ランダムオリジン。このオリジンシリーズがすごく好きになって、
初代ガンダム、一番最初にやったガンダム、機動戦士ガンダムっていうアニメのまだ前のお話やねんね。だからシャアが子供の時代からの、まだモビルスーツがなかった頃のお話でね、これだからモビルスーツの初期のモデル、うん、やったり、モビルスーツに名前モビルウォーカー、おい忘れた、モビルウォーカー、ワーカーか知らんけどのなんかロボットみたいな、まだモビルスーツになる前のロボットとかのプラモデルも出てるしね。でガンタンク、ガンキャノンって、まあ、昔のガンダムに出てくるサブキャラみたいなけど、それのまだプロトタイプ、まだあのかなんだ、あれ完成型じゃないやつが出てくる。でそれのプラモデルとかもあって、またまた面白いシリーズなんでね、それをやっていこうと。でそれやることによって、まあ、目使うことによってまた視力回復せえへんかなっていう小さな期待もあってね、だから今ちょっとプラモデルを買ってます。またこれね、秋の夜長いろいろ作っていきたいと思います。このこれ作る前にシャアのね、あのザクワン作りたいんだけども、ザクワン作る前にもう先にブーとかガルマとか先作ろうかな、で作っていってね、なんていうのかな、本棚みたいな、本棚なんだけどキャビネットみたいなところに入れていかんとホコリだらけになるからね、うん、あっちゃんもちょっと前にこれのもう一つ上のモデル MG、 これ HG っていうんだけど、 MG これハイグレードの上にマスターグレードってなって、めちゃくちゃパーツが多いねんね。そのシリーズが、作りごたえがあって、ザクを作った、シャアのザクね、そこに置いてあるんだけども、それがね、まあ、これぐらいの大きさにできるんだけども、色塗らずに作って、それでもね、何日かかかって、すごいパーツがあんねん。もうこれぐらいの大きな箱に、これの、ほんまにね、厚みこれぐらいある。2つ分ぐらいの厚みがあって、もうワンサイズ大きい箱に入ってんだけど。で、2000円ぐらい、2000後半ぐらいから3000円ぐらいやってんけども、今それがもう5000、6000になってんね。うん、いっぱいパーツ入ってんだけど、まあ、安いやつ、まあでもそれもうちょい安いかな、ぐらいでやってあんねんけど、そうやね、これがもうね2000円ぐらいするのよ、ランバラルキが。これ定価1700円が1468円で買ってんだけど、あ、1360円の税、1700円税別で売ってんねんね。ってことはほぼね MG も変わらんぐらい値段になってきてんねん、この HG が。なんでかって言ったら HG がね、今までの足とか手の動きがそんな制限されて単なるポーズぐらいの、すっごい関節動くようになって、もうそれがすごいポーズが取れるようになってね。だからその分高くはなってるらしいんだけどもね。でこのシリーズ。だからこっちは初期のシリーズは動き、関節が鈍く動きが悪い。こっち動き良くなってるんだけども。だからこれに切り替わったら切り替わったでまた欲しいんだけど、切り替わらずに廃盤になる可能性があるから、だからちょっとガルマザビちゃんを買いました。うん、ガルマザビちゃんちゃん、ガルマザビが乗ったザクを買いました。ってことで、ちょっとね、衝動買いっぽい、あっちゃんの無駄遣いっぽいんだけど、無駄じゃなく、これはね、あっちゃんの、この今後ね、視力回復のために活かせるアイテムやと思って、無駄じゃないと思ってあっちゃんを買いました。はい、適当な言い訳をかましながらね、あっちゃんは物を買うもんです。はい。ということで、プラモデル、これからね、またプラモデルの動画も増やしていきたいと思います。再生数自体は少ないねんけども、プラモデルの動画っていうのは、また新しいね、視聴者さんも、対象もあるし、あと、あっちゃんが楽しめるっていうのもあるし、視力の回復もあるし、あとまたね、新たな新境地を切り開くための、一つの、なんていうかな、ルートやと思うんで、またプラモデル動画を増やしていきたいと思います。見ててね、ぼーっと見ててもね、なんていうかな、垂れ流しで見てくれてってもいいし、まあ、なんでも、どんな見方してくれてもいいんで、よかったらプラモデル動画の方も見ていただければ嬉しいでございます。ということで、今回、ガルマザビの、ザク2、買いました。なんだ、MS-06FS、ザク 2FS、長いな、名前。プリシアリティオブゼオン、ガルマザビズ、カスタマイズモデルスモビルスーツ、プリンスパリティ、要はジオン軍のプリンスの、ガルマザビのカスタムされたモデルモビルスーツだよっていう意味やと思うねんけどもね、適当な英語を書かれてるのがほんまの英語はようわからへんけどもね、まあまあまあそんなまあどうでもいいんでね、ガルマザビの特別機、いろいろねうんちく書いたんだけどわからへんけどね、これを作っていきたいと思います。中一応紹介しようか、こんなんやねんけどもね、中がね、説明書はこんな、意外とこれだけ1枚の説明書やけど、これまたね1日2日ではできへんと思う。
ね、すごい長くかかると思うね。まあ、色なんか塗らしたらもっとね、かかると思うけど、これはね、色塗って作りたいと思ってんの、ね。うん。だからちょっとね、もうガンダムをね、もうほんまこれね、色ね、もう茶色のとこは茶色、グレーのところはグレーで、で、お腹周りの緑のところは緑、で、ポリキャップ。で、これ、これが ガンプラのすごいところだけど、緑とグレーと一つのランナーで作り分けてるのね。これ日本のすごい技術らしい、バンダイさんのすごい技術らしいねんけど、こういうことってあるから、ほぼ塗らんでもね、大体できんねん。ただ、やっぱり色がしょぼい。どうしてもね、色がおもちゃやけど、おもちゃ臭い。だからここは色を塗って、ちょっと本物らしく塗りたいってね。この前ウルトラマンの同じちっちゃいミニカーみたいな、あれ塗った時もね、やっぱりできる限り、ミニカー本物に近づけたい。まあミニカーにしたい。だって、プラチックのね、色ってしょぼい色やねんね。はっきり言ってプラチックの造形色をいかになんていうのかな、鉄のミニカーに見せるかっていうのも技っていうかな、自己満やねんけど、だからうちの子供が持って軽っ、これミニカー違うのって言った。もうちょっとその時にガッツポーズしようになったもん、やったみたいなね、うん、だからウルトラマンのね、科学特捜隊専用車、うん、シボレコルベアやねんけども、だから今度はジェットビートルも今作ろうか半分作ってんねんけども、あれもちょっと色塗ってちょっとダイキャストモデル、ミニカーチカーの鉄道超合金みたいな、まあ、昔で言う超合金ねみたいな感じの鉄みたいな重みのあるようなものに仕上げたいなと思ってね。それがまあね、プラモデル作る人の自己満足ですということで、ガルマガル、あ、紹介するわけで開けて色を紹介しただけということでね、この茶色のランナー、茶色のランナーにはね、ガルマザビの装甲、外パーツの、足とかのね、外回りがあります。で、あと、可動部とか、武器とか、その辺がグレーですよね。このね、ヒートホークなんかやったら、この辺金とかに塗り分けたって絶対豪華に見えるから、これ絶対塗らんと意味ないからね。塗る必要はある、ね。で、胸のね、ここのところ、甲冑みたいなところ、剣道の防具みたいなところ、そこがね、グリーンとグレーやね。でもこれ、ね、すごいのがね、グリーンのパーツで、この胸のとこないでしょ、どっちは、ここ。ないでしょ。ここにはね、グレーで成形されてる。だからこれパチパチって詰めるだけで、色分けができるようになってるんだよ。で、これが HG もすごいんだけど、MG モデル、マスターグレードモデルはもっとすごいね。ほんまに塗らんでもいいねんね。うん、だから、ただ塗らんでもいいけど、プラチック色。だからあっちゃんが前に作ったザクの、シャアのザク、そこにおんねんけど、やっぱ色見たらね、がっかりするぐらいプラチック色やね。でも、ザクの色してんねん。うん、すごいね。だからそこがバンダイさんの技術やね。なんかそんな感じでね、ガンプラ、これからもね、ちょっと気合い入れて作っていきたいと思います。ガンプラだけじゃなくて、車のモデルも作りたい。いろんなプラモデルをね、やっぱり作っていきたいんだけどね、もう多分ね、今もう買うなよってぐらいお家にあんのよ。3階のもう屋根抜けんのちゃうかいぐらいです。3階の、屋根裏、言うたら4階みたいなところに隠し持ってんのよ。それ全部ね、今からね、今日からね、あっちゃんの空いた時間、一生懸命作っても多分ね、死ぬまでに作りきれへんぐらいの量の在庫してるから、笑うよ。それぐらい在庫してるからね。やねんけどもね、やっぱり新しいモデルとか持ってないモデルを作りたいっていうのもあってね、自己満足と、ね、模型にかける情熱とロマンは、火が消えないあっちゃんでございましたっていうことでね、また新しいプラモデルを買ったり、なんか面白いもん見つけたりしたら今後紹介していって作っていくかもわからないんで、今後またあっちゃんモデリング動画、あっちゃんモデルズまあ、あっちゃんモデルズとして動画分けません。まあ、視聴回数出えへんので、あっちゃんネルで一緒にやりたいんで、ゲームズも戻そうかな、戻るぐらいだけどね。まあ、そんなこんなでね、あっちゃんネル、これからもいろんなそういうことやっていくんで、よかったら見てください。いや、よかったらじゃなく、絶対見てください。お願いします。よろしくお願いします。よかったらね、あっちゃんモデルズ、これからもね、もっともっと拡充していきたいと思うんで、はい、なんだ。まあ今までからも時々やっててんけどね、あっちゃんモデルズ動画これからもっともっと増やしていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。